まるで冥界の生き物、ホシバナモグラ。アメリカ東部やカナダ東部に生息するホシバナモグラは、世界で最も奇妙な姿をした動物といっても過言ではないのだ。なんと、鼻先に触手がついていて化け物のような姿をしているよ。しかし、この気持ちの悪い触手は実は超高性能センサーになっていて、土に一度触れるたびに、10万本の神経繊維が脳に情報を伝えているのだ。これは人間の手にある神経の5倍以上で、それが人の手よりもはるかに小さい鼻先にぎっしりと詰まっているよ。これがどれくらいかというと、土の中にある塩粒一つを見分けられるくらいの性能なんだ。この触手のおかげで、暗黒の地下世界でも鮮明に周りを把握することができるんだ。その他にも水中でも匂いを嗅ぐことができるよ。見た目だけじゃなくて、スペックもこの世の生物とは思えないのだ。コメントで感想を教えてね。動物図鑑。